はい、皆さんこんにちは。九州の登山を紹介するチャンネルの池新です。今日はね、大分県の九十連山、ここにやってきています。で、今僕がいるのが牧野戸峠の駐車場ですね。いつもあの定番の登山口となっています。で、普段だとね、ここから九十連山、九十山とかね、中岳、あっちの方に向かうんですけど、今日はね、いつもと反対側の黒岩山という方を目指したいと思います。で、この黒岩山ね、標高は、1500メーターにも満たない山ではあるんですけど、展望がよくって、普段歩いているね、九十の山々を一歩ね、引いたところから全体像を見れると、そういうルートになりますので、ここをね、ちょっと歩いてみたいと思います。はい、それではね、スタートしていきますので、よろしかったら今日も僕の山歩きお付き合いください。じゃあ行ってみましょう。どんなルートか楽しみですね。さあ、いつもならね、牧野戸峠を出発してあの坂をぐーっと登っていくわけですけど、今日は反対側ですね、黒岩山。どういうルートでしょう。楽しみです。はい、牧野戸峠をね、スタートして 2,3 分登ったところで、こういう東江が見えます。でね、今から向かう黒岩山、多分これだと思うんですけど、ほぼね、山頂は見えていて、多分ここから30分ぐらいで山頂に行くんじゃないかなと思います。で、今日の一応ルートとしては、黒岩山に登って、そこからね、さらに先に進む、下りながら進む感じで、仙水山とかね、いうのを抜けていく感じになります。で、下のね、長者丸、あそこに下っていくという感じですね。で、長者丸からまた九州自然歩道を通って、牧野峠に登ってくると、そういうルートになります。多分ね、時間で5時間半前後ぐらい、それぐらいで周回できるんじゃないかなと思います。はい、それじゃあね、ちょっとガスってて展望が楽しみって言いながら怪しいんですけどね、行ってみたいと思います。はい、今日の九十ですけど、今ね、マイナス2度ぐらいの気温になっていますね。で、先週ぐらいまで結構雪がまだね、登山道に残ってたみたいなんですけど、今雪はもうほぼ残ってないという感じですね。で、気温は低いので、道はね、じゃりじゃり凍ってる感じになります。で、これがね、多分気温が日が昇ってね、上がってくると思うんで、そうなると溶けてね、ドロペチャの九十名物ドロンコ祭りになるんじゃないかなと、そういう気がしています。ちょっとね、雲が残念な感じで今出ていますけど、しばらくすると晴れてくれるんじゃないかなというふうに思っています。さあ、牧野峠から黒岩山は30分ぐらいのコースタイムだったと思うんですけど、最初はね、ゆるいルートになっています。で、ここをね、 10分ぐらいかな、歩いてきたんですけど、ここからね、少し勾配がつき始めるみたいですね。で、この黒岩山を過ぎると長者丸に向かってね、少しずつ標高を下げながら歩いていく感じになります。で、その途中にね、仙水山かな、それがあるみたいです。で、このルートを歩くのはね、僕初めてなんで、すごく楽しみですね。このね、今ガスがかかってるのが晴れてくれないかなと、それだけが望みですガス晴れて。振り返ると九十の方ね、ガスガスどうかな。いや、結構ね、下柱がすごいですね。今でこそね、これで住んでますけど、これお日様当たると溶けるんでね、このトレイルぐちゃぐちゃ泥んこになるんじゃないかなと思います。それもね、九十名物ですよ、泥んこ祭り。うわ、下柱がすごい。
さあ黒岩山山頂まであと少しですね。少しね頭上が開けてきましたね。これね山頂近づくと上のね樹木がなくなって開けてますね。で木の枝にはねうっすら控えめな白いものがついててね綺麗です。このコースはね多分あんまり人頻繁に歩かないと思うので今日はねほぼ貸し切りじゃないかなと思います。みんなねやっぱりメインの九十三中岳ねあっち方面に行くみたいですから、のんびりねおじさんベースで歩けていいなと思ってます。さあ時刻が9時15分ですね。ちょっとのんびりでしたけど黒岩山山頂着きました。やりました。標高がね 1502.6m となっています。あ黒岩山でした。さあ朝日は差してきたんですけどねちょっとまだガスが晴れてないので展望はねいまいちといったところでしょうか。さあこの後に期待したいです。ああ眺望がね少し残念かな。さあこの黒岩山の山頂でねガスが晴れるのを待ってたんですけどなかなかね晴れてくれません。時々ねお日様は差すんですけどねガスが抜けないんで、まあね、次に向かいたいと思います。で今日は周回コースなんでこのままね、次の山古泉水山かなそっちに向かいたいと思います。多分50分ぐらいかかるのかな。行ってみましょう。そのね途中も多分絶景スポットがいろいろあるみたいなんですけどねいいタイミングでガスがね晴れてくれるといいんですけどひょっとしたら今日残念症かもしれんね。はいまあ行ってみましょう。じゃあ黒岩山を後にします。あ黒岩山ね間違える。ガスがすごいもんな。ガス抜けんかな。さあ時々ねこんな感じでお日様が差してくれるんですけどなかなかねガスが晴れないですね。ガスが晴れるとねかなり綺麗なルートだと思いますね。眺望がいいルートだと思います。さあこの後少しでもね絶景が見れるといいなと思います。さあ次に向かうのは古泉水山かな。はいそこに行きたいと思います。ちょっと読み方ね間違ってたら、テロップで入れておきますけど多分ね古泉水山でいいと思います。でその次が泉水山であとはね長者針に下るとそういうルートになります。おお滑る滑る滑る危なかった。いやーこんな開けた感じでね結構面白いルートですね。少しね岩場があったり樹林帯があったりこういう開けた草原があったりねこんな感じですね。やっぱねお日様当たるとこの足元の氷がかなり溶けてねぐちゃぐちゃになるような感じがしますね。いやルートの途中になんかこう岩があったんでそれ登れたんでね登ってみたんですけどいやあ少し晴れてきたんじゃない。ちょっとねまだ雲が残ってますけどね今ねシルエットが少し濃く見えるようになってきました。あれがね九十の山ですね。三股山星長山とか今ね見えてます。やったさあこの後ねひょっとしたら晴れるかもしれないんでちょっとねペースゆっくりめで歩きたいと思います。おーいいルートですよ。さあ下の方にね眼下に長者原が見えて右に行くとこれがね
まだちょっとぼんやりですけど、雲かかってるけど三股山かな。はい、そして星翔さんとかね見えてます。いや、いい展望になってきました。ナイスナイス。いや、ちょうどねさっきの岩場のところで休憩したんですけど、絶景になりましたね。ほら晴れてね、いい感じです。こんなにねここまで絶景だと思わなかった。いや最高最高。いやここねいい。今ね目の前にね長者丸の立原湿原が見えてるんですけどね、最高ですよ。これが立原ですね、長者丸。すごくいい天気になった。最高最高、ね、三股山の奥にはひいじ、そして星翔さんとかね見えますから、もう最高じゃないですか。いやこんな絶景が続くとねなかなか足が進みませんね。で今日ね動画はまあ撮ってるんですけど、普通のね写真も撮ろうと思ってね、もう一個カメラ持ってきたんで、そんなこといろいろしてたらね全然進まないです。とにかく最高。さあ時刻が10時47分かなり時間が押してますね。分岐に来ました。これがね左に行くと大久江の辻というふうに行くみたいですね。はい、とりあえずね、まっすぐ潜水山の方に向かいましょう。さあ、とりあえずね、潜水山の方に向かってますけど、今ね、潜水山って言ってるんですけど、多分ね、これで読み方は正しいと思うんですよね。で、最初に登ったね、あの黒神山、黒岩山、あそこはね、黒岩山だと思ってたんですけど、さっきね、通った道しるべには、黒岩山って書いてありましたね。まあ、どっちが正しいのかな、なんか別ので調べたらね黒岩山ってなってたみたいな気がしたんですけどね、ちょっと確認したいと思います。よいしょ。このね山の名前って呼び方がねなかなか難しいんですよね。山というのか山というのかね、岳というのか。英語だとねマウント黒岩でいいんでしょうけどね、マウント潜水ね、日本語難しい。よし、じゃあもう少しで湖泉水産かなに行くと思います。頑張ります。とにかく絶景惚れ惚れしています。さあ目の前にねちょっと山頂が見えてきましたね。これがね湖泉水産になってるみたいです。ちょっと登り返す感じですね。最高。よいしょ、時刻が11時12分。よいしょ、やっとね上潜水山に着きました。1447メートル。はい、上潜水山1447メートルです。やりました。僕ねさっきまでずっとこれ上潜水じゃなくて湖泉水って言ってましたね。失礼しました、間違えてましたね。 なんかでね湖泉水ってみたいな気がしたんですよね。とりあえずね上潜水山1447メートルでした。いやここからもね振り返るとこれですよ、九十の山々見えてるかな。とにかくね最高、素晴らしいです。はい、でこの今日のルートなんですけどね、要所要所でこういう展望のいいねちょっとした岩があるので、よいしょ、写真撮るのにはちょうどいいですね。もうちょうどね歩いてきたルートが見えますね。おお、本当いいルートだ。なんで今まで来てなかったのかな。いや皆さんもねぜひ一度このルート歩いてみてください。素晴らしいと思います。さあさあ上潜水山でもね写真撮ってたら時間がどんどんね過ぎていくんで次に行きたいと思います。次はね潜水山ですね。コースタイム35分ってなってるんですけど、まあ僕の場合40分45分ぐらいで行きたいと思います。
いやしかしね、絶景続きますね。最高最高。皆さんね、本当このコース歩いた方がいいと思いますよ。絶対おすすめ。さあ上泉水産、ここ抜けたらね、少しこういう雪がまた足元に出てきましたね。まあ、幸いね、凍ってるところがないんで、あえてチェーンスパイクはつけずにね、そのまま歩いていますけど、この後様子次第ですかね。凍ってるようだったら滑り止めを着用したいと思います。わあ、だいぶ長者丸が近づいてきましたね。しかしいい天気になった。さあさあ上泉水産 の階段を下ってきたらね、ちょっと平坦になったんですけど、一気にね、なんか森の雰囲気が変わりましたね。さっきまであの頭上にね、覆うような木々って少なかったんですけど、一気にね、こういう松の木とかね、結構森っぽい森になってきました。さあ潜水さんはね、もう一回少しだけ登り返す感じだと思いますけど、もうすぐ着くみたいです。よいしょ。いやしかしいいルート、気持ちいい。そしてね、まだ誰にも会ってない濃密ですよ、濃密。さあこういうね、さりげない氷がね、ツルツルに滑るんですよ。これ気をつけないとね、ステンとやっちゃいます。さあ潜水山の山頂はどれかな、これかな、ちょっと岩を登るのかな。よいしょ。この岩の上が潜水山山頂なのかな。よし。やりました。潜水山山頂ね、1296メートル。あのね、岩の上が山頂なんでしょうけどね、標識はここにありました。1296メートルやりました。潜水山、まあ、下潜水山ってね、下がついてますね。だからさっきのね、上潜水山の方が標高が高いんで、まあ、そういうことかな。あ、とりあえずね、やりました。潜水山でした。さあそれじゃあね、時刻がもう12時を回ったので、長者丸の方に下っていきたいと思います。ここからはね、1時間弱ぐらいで長者丸に着くんじゃないかなと思います。はい、じゃあ行ってみましょう。まだね、ちょっとゆるく凍ってるところがあるんで、気をつけて下りたいと思います。さあ滑りたくないよ。端っこ行こう。さあしばらくもうこういう丘を下っていく感じなのかな。なかなか歩きやすいですね。逆に登りはしんどいかもしれんね、淡々と登る感じが。はい、正面はね、立原湿原ですね、見えています。さあこんな丘をね、ずっと下ってきて、この調子でいくとね、13時ぐらいに長者丸に着きそうですね。で実はね、今日お昼ご飯まだ食べてないんですよね。で最近お気に入りのあのローソンのね、鍋を買ってこようと思ったら、途中買いそびれちゃってね、持ってこれませんでした。で長者丸に下ったらね、ヘルスセンターというところでご飯食べれるんで、そこでね、ちょっとお昼ご飯しようかなと思います。鶏天定食かカレーうどん、うまいんですよ。まあ大分ですからね、鶏天定食かな。はい、という感じでお昼ご飯をね、長者丸で食べて、食べ終わってから牧野とまでね、1時間ぐらいまた登り返して帰っていくと、そういう風にしたいと思います。いや考えたらね、お腹減ってきました。グーってなる夜、鳥天だなやっぱり。はい、時刻は12時58分ですね。ほぼ予定通り長者丸の駐車場あたりに、ね、戻ってきました。
さあ真正面にね長者バルヘルスセンターが見えるんでご飯にしたいと思います。やっぱりね鶏天とカレーうどんずっと考えてましたけどね、やっぱり鶏天にしたいと思います。大分といえばねやっぱ鶏天ですから、いただきましょう。空いてるよね、静かだけど。あっちゃー、静かだなと思ったらまさかの休みですよ。休み、どういうことかな。ショック、ショック。いやー参ったな、すっかりねもうお腹も口も鳥天の気分になってたのに、まさかの天休日、うわー、がっかり。まあね仕方がないんで、スタートしたね牧野と峠まで1時間ぐらい、ちょっとね残り歩いて帰りたいと思います。さあ今はね車道を歩いてますけど、しばらく行くとね九州自然歩道のトレイルとかとこう交差したりしますんで、そのね九州自然歩道の方に入っていきたいと思います。してくて歩きます。うわしかし腹減ったな、すごい。なんかね温泉かな、配管破れてるのかな、吹き出してる。さあこの長者原から牧野手に向かう九州自然歩道はね、こういう風に整備された遊歩道ですね。登山道というよりもこういう遊歩道になります。でしばらくね長者原からしばらくはこういったところで、ね、車道を少し歩いたりするんですけど、15分ぐらい進むとね、もう車道から離れてもう山手に入るけど、こういうね整備された道というふうになります。ね、遊歩道を歩いたり車道脇を歩いたりと、そういうコースですね。はい、でこのね20分ぐらい登ってきたところから、この九州自然歩道牧野峠 1.8 キロとありますけど、ここからね右に入っていきます。でここからね牧野峠まではこういうトレイルですね、もう車道との交差はないという感じで、ゆっくりとしたね傾斜で登っていきます。よし、残り 1.8 キロね、牧野峠までゆっくり歩きましょう。もうねこの残りのルートはね大して見どころはないんで、まあ一気にね一気に淡々と牧野峠まで向かうという感じになります。しかしヘルセンターの定休日ショックやったな。わあ、牧野峠までねあともう 7,8 分なんですけど、最後に凍ってますね。まあ、滑りなし止めなしでやっているかな。ちょっとね慎重に行きます。よいしょ、滑るわ。よし、無事に滑らずに牧野峠まで戻ってきましたね。はい、時刻がね14時5分、まあほぼ予定通りですね、牧野峠に戻ってきました。最後ねちょっと凍った道が続いてましたけど、無事に滑って転ばずにね戻ってくれました。さあソフトクリームだな。はい、というわけで今日はねいつもちょっと違う九十ということで、牧野峠をスタートして黒岩山で長者丸に抜けて戻ってくるというね周回ルート、これを歩いてみました。時間にしてね約6時間でしたね。でこのルートね、眺望がいいっていうふうに聞いてたんですけど、僕がね思ってる以上によくって、本当ね最高でした。もしねこのルート歩いたことない方いらっしゃったら、ぜひ歩いてみてください。はい、ということでね今日の動画この辺でおしまいにしようかなと思います。今日も最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。で僕のこのチャンネルはねこんな感じで、まあおじさんペースですけど、九州の山、身近なね日帰りで行ける山、そんな様子をお伝えしていこうと思ってますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。よろしかったらねチャンネル登録なんかもしていただけると嬉しいなと思います。はい、じゃあ今日はここまでです。またね次の動画でお会いしましょう。さようなら。なかなかね本当にいい山でした。最高やった。イエーイ、ソフトクリーム最高。めっちゃうまい。